はい、皆さんこんにちは、さやです。今日はダイソーさんの購入品をご紹介していこうと思います。まずはですね、こちらの不織布のマスクを購入してきました。こちらですね、私の車の中に潜めておこうかなと思って買ってきました。で、これね、15枚入ってるんですね。15枚で100円で売られていたので、ちょっとお得感がねあったので買ってきたんですよ。普通サイズになっています。はい。で、3層構造になっているのでね、これはいいなと思って買いました。花粉細菌ほこりということで。はい。で、不織布のマスクがね、やっぱり一番、このね、細菌を、から守ってくれるっていう感じなので、最近はもうずっとね、この不織布のマスクばっかりご愛用してます。はい。で、今回はこちらの普通サイズを、2つ買ってきました。で、15枚入りなので、2つでも30枚 ?30 枚で200円なんですよ。お得ですよね。もう、だから7枚で100円とかのもあったんですけども、そう、使い捨てなのでね、こちらの15枚で100円にしました。今ね、豆ちゃんが何かにびっくりして滑ってた。はい。はい。で、続いてご紹介するのがですね、こちら、可愛くないですか?ディズニーの、ホログラムスクラッチアートが出ていました。で、こちらはですね、プリンセスの、シンデレラ、ジャスミン、アリエル、ドリームということでね、この子たちが出てるものなんですけども、他の、プリンセスシリーズと、あとね、4パターン、3パターン、4パターンあったんですよ。うん、で、私はね、このアリエルちゃんが可愛いなと思ったので、こちらを購入してきました。はい、で、後ろにね、スクラッチアートの楽しみ方ということで、削り方もね、書いてあります。で、こちらはね、3枚入りですね。このジャスミンちゃんのと、シンデレラと、アリエルですね。はい。で、これをね、ちょっと削って楽しみたいと思います。で、一応ね、専用ペンがついてて、ホログラムシート3枚入りって、これは、あれなのかな?このシートのことをホログラムシートって呼ぶのかな?開けるとね、こういう感じで入ってますね。もうね、削らなくてもだいぶ可愛いと思うんですけども、これをね、削っていこうと思います。で、複雑な柄じゃないのがいいですね。私前違うね、やつ買ったんですよ。このホログラ、なんていうの、このスクラッチアート。そしたらね、ちょっと難しくてですね、脱落しまして。で、このね、スティック、こう、ウッドスティックみたいな、ペン、これついてるんですけど、前ね、これ、専用のこれでね、ついてたやつでやったら削りづらかったんですよ。ウッドのね、これではちょっと削りづらくって、脱落した部分もあったので、はい。今回は、これに合わせて、こちらの、スクラッチアートの専用ペンも購入してきました。専用修正液付きということで、持ちやすいボディと削りやすいペン先ですね。もう、でね、すごく気になったんですよ。修正がすごく気になりましたね。修正液。スクラッチアートの修正液って何なんですかね。こんな感じの液がね、入ってました。で、まずペンの方がですね、こんな感じのペンになっていて、こっちでも削れるっていうことなのかな?削りやすそうですね。痛い。削りやすそうですね。はい。こちらのこのペンと、これね、どんな風になってるんだろう。あ、そっか。こういう、筆、マニキュアの筆みたいなやつがあります。ちょっとね、試しに何かに塗ってみましょうか。はい。ね、メモ帳にね、塗ってみましょう。
濃いな。こんな感じなのかな。はい。こんな感じでね、黒く出ますね。ちょっと塗りすぎたかな。あ、やべやべやべ。黒いの手についちゃった。こんな感じでね、黒くなります。多分乾くとね、このスクラッチの感じになるんだと思うんですよ。結構ね、間違って削ること多いんですよね、このスクラッチのやつって。私だけかな？皆さんどうですか？やったことある方、あれですよね。100均のね、こういうのじゃなくって、専用のね、あれあるんですもんね。もう、綺麗に削れるようになったらね、ちょっと考えてもいいかなと思います。はい。で、続いてがですね、じゃーじゃん。こちらの釘セットを購入してきてみました。はい。12ミリから25ミリ。で、いろんなね、種類の釘が、サイズの釘が入ってます。はい。で、こちらはですね、昨日あげたね、マステの収納棚を作るのにこれを使おうかなと思って買ってきました。木工用ボンドで付けようと思ってるんですけれども、木工用ボンドだけじゃちょっと強度がどうなのかなっていうところがあったので、この、ボンドをつけて乾いてから、この釘でね、ちょっとこう打って修正しようかなと思います。はい。で、続いて購入してきたのがですね、こちらのデザインボタン買ってきてます。60個入ってます。なんかレトロっぽくて可愛いなと思って買ってきました。はい、プラスチックボタンですね。で、60個入ってるこういうボタン、私結構買ってるんですけれども、今ね、ボタン収納の方にね、だいぶ入ってきてますね。よいしょ。また、入れ物を買い足さなきゃいけないような気がします。あ、ハートはね、普通のハートでした。こんな感じのハート。はい。で、このね、お花のこのボタンがね、すごく可愛い。こんな感じのね、ほら、お花のボタン。はいですよね。もう、このお花を使いたいなと思って買ってきました。で、このね、ボタン系は、編み物でも使えるし、お裾分け系にもね、どんどん使えるしと思って買ってきてます。60個入りなのでね、だいぶ、ガンガン使えると思いますね。はい、こちらのお花柄ボタンですね。で、続いてがですね、こちら。シナモちゃんのワッペン買ってきました。かわいい。アイロン接着ということで。はい。で、このね、ワッペンは、これ何に使おうかなって、私も使い道決まってるんですよ、このワッペン。はい。ちょっと汚いんですけど、これね、こう、腰に巻いて、ここでね、こうカチャンとやって、こう腰に巻いてるんですよ。私仕事中にずっと。ちょっともうボロボロになっちゃったんですけど、腰に巻いてて、ここに、スマホを入れてるんですよね。2個。会社のと自分のと2個ここに入れて歩いてるんですけど、このポーチにシナモちゃんをこうつけようかなと思って買ってきました。仕事に行くときも、さりげなく可愛いものに触れていたいとか、可愛いものを持っていたいっていう気持ちになってきちゃって最近。で、すごくシンプルな感じなので、シナモちゃんをこう足してあげようかなと思います。可愛い。仕事中もテンション上がりますよね。好きなものに囲まれてると。いいですよね。はい。で、続いてがですね、こちらの A4 のね、厚紙両面白色8枚ということで、こちらもまた追加購入してきてます。はい。これはね、練習するのにどんどん使ってるんですよ。こう、カットする練習ね。あと、表紙をね、こう、作る練習をするのに、もうめちゃくちゃ使ってますね。でもね、すごくね、こう、なんだろう。
これがっていうものがね、まだ出来上がらないので、まだまだ使いそうなので購入してきました。で、続いてがですね、こちら、バニラの、ろうそく、キャンドル、ガラスキャンドル、クラウン型。で、バニラベリーハーブってあるんですけど、こちらはですね、バニラのものですね。はい。で、これは私がね、すごく好きな匂いで、バニラって、こう、ちょっとね、独特な匂いなので、おっと、ペンが。好き嫌いがね、あると思うんですけども、よいしょ。私はね、大好きなんですよ。バニラとココナッツが。よいしょ。はい。こんなね、感じのキャンドルになってます。で、夜、電気をね、つけて、本を読んだりとかしてるんですけれども、こう、子供の頃にね、部屋を暗くして、テレビを見たりとか、本を読んだりすると、目が悪くなるからやめなさいって言われたじゃないですか。あれって、なんか、そうじゃないらしいですよね。この、ちょっと薄暗い感じのところで、こう寝る前にね、本を読んだりとかするのって、すごくリラックス効果があって、なんか気持ちを安定させる効果があるみたいなんですよ。なので、ちょっとこのね、ろうそくの光に包まれながら、このアロマのね、匂いを嗅ぎながら、リラックスしながら紙物に触ろうと思って、こちらから買ってきました。こんな感じでね、火をつけるとこういう感じ。素敵ですよね。うん、で、このろうそくの炎だけじゃちっちゃいので、少しね、お部屋に間接照明を焚いて、こう、ちょっと薄暗い感じにして、あったかい感じのね、お部屋の色にして、リラックスしながら、紙物を触ったり、あとは試験のね、お勉強をしたりとか、しようかなと思います。で、私ね、この間ファイナンシャルプランナーの試験受けて落ちたって言ったじゃないですか。で、次の試験が5月なんですよ。で、ファイナンシャルプランナーの、お勉強の内容と、日照簿記の、お勉強の内容って、ダブルものがあって、結構重なってる部分があるんですよね。なので、もうついでに日照簿記の3級の勉強もして、そう、日照簿記の3級の試験もね、受けようと思って、今ね、申し込みがね、3月からなので、そう、申し込みをして、簿記の3級と、ファイナンシャルプランナーの2級を一気に取っちゃおうかなと思って頑張ります。この炎を見ながら頑張ろうと思います。もう、うちね、いろんな資格をね、取ってくださいみたいな感じで来てて、それでなんかね、ポイントがもらえるんですよ、点数が。そう。なのでね、日照簿記も3級、2級、1級ってあって、2級と1級だと2点ずつ加点でもらえるので、そう、2級と1級までね、ちょっと粘ろうかなと思って、頑張ります。はい。で、続いてがですね、こちらのアンティーク調のカードリング買ってきました。13個入ってる20ミリのタイプですね。ちっちゃいやつ。はい。で、これはね、もうほんと私お裾分けファイルくっつけたりするのが苦手なのでまだ。これでね、こう、2箇所ぐらいね、閉じて、アルバム形式でね、やろうと思って、こちらを購入してみました。上手にできたらな、いいなと思います。はい。で、続いてがですね、こちらのクラフトパンチの花を買ってます。はい。で、こちらのね、花のバージョンと、あとは、こちらのクラフトパンチのフラワー型の2つを購入してきました。同じね、フラワー型を購入してきたんですよ。で、これはね、ちょっとやってみたいなと思ったことがあったので、買ってきてみたんですけど、
こっちのね、ピンクの方が、ちょっと大きいお花が抜けるんですね。うん。で、こっちの水色の方が、ちょっと小さめのお花なんですよね、見てたら。うん、はい。で、ちょっとね、紙を用意しました。まあ、裏が白いので、これを使います。はい。あ、はい。ここロックかかるんですね。こんな感じで、ここでロックがかかるんですね。びっくり。はい。で、これで一回ね、この紙を抜きます。はい。いきますね。はい。抜きました。で、下からね、出てくるみたいなので、はい。はい、こんな感じでね、抜けました。まあ、白い方向けてもいいんですけど、はい、こちらのお花と、で、こっちもね、抜いていきます。こっちはね、何もないので、そのまま、抜いちゃいます。はい、いきます。パッチン。はい。あ、かわいいかわいい。はい。こんな感じのね、お花が抜けました。で、このね、ちっちゃいお花を、よいしょ。こんな感じで、よいしょ。ちょっとこう、ずらし気味にね、ずらせ、画面越しなのでちょっとごめんなさい。そう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 、はいはい、こんな感じでね、あ、戻っちゃった。はい、こんな感じでちょっとずらし気味につけて、真ん中にビーズをつけて、ちょっとこう押すとね、ほら、なんかこうちょっと立体的なお花になるかなと思って、ちょっとね、素人なりに考えたわけですよ。そう。素人なりにね、考えましたよ。こんな感じでね、重ねて、真ん中にビーズをつけたら、可愛いんじゃなかろうかと思って、ちょっとね、このクラフトパンツの、大きいのとちっちゃいのとで、この、同じね、お花のやつを購入してきてみました。はい。フラワー型ですね。こんな感じの、ちょっとね、いろいろ作って、またね、ご紹介できたらなと思います。はい。で、続いてがですね、こちらの水彩タッチの和紙の千代紙です。四季の花ということでね、桜の模様が入っていたので買ってきました。4柄 ×5 枚ということで、全部で20枚入っています。素敵だったんですよ、これ。ほら、もう全部素敵。かわいいと思って。はい。で、こんな感じでね、和紙。で、後ろはね、ちょっとこう、つるっとした感じのやつなんですけど、すごく素敵です、この和紙のタイプが。うん、見栄えがいいですね。すごく。ほら、水彩タッチなので、この辺のこの水彩の感じ、綺麗ですよね。こんな感じで。素敵。ね。綺麗。これがね、すごく綺麗だったんです。可愛いですよね。こんな感じのお花の、このね、千代紙。これはね、すごく可愛いなと思って買いました。はい。こちらですね。30枚、20枚入りですね。はい。こんな感じで、本日の購入品は以上になります。ちょっと間スカスカなんですけどね。いつもよりカメラの上に上げ気味で今日撮ってるので、全体が映るような感じにしてあります。はい。まあ、いつもよりちょっと少なかったかな。はい。こんな感じでね、購入品ですね。はい。今日も楽しかったよって思ってくれた方は、ぜひぜひ高評価とチャンネル登録の方お待ちしております。コメントもね、残してもらえれば嬉しいです。それでは明日、またね、9時から21時からのライブ配信でお待ちしております。それではまた明日、バイバーイ。